道祭を始めてまいります。これから私の方が順番にそれぞれの道の方を紹介させていただきますので、それぞれの団体の方に説明していただきながら、演技をご覧いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最初に国道を、先ほど先生、はい、お願いいたします。皆さんどうも、今日はご苦労さんでございます。初めての試みです。うまくいくかどうか分かりません。そこで、一番初めに国道ということで、少し解説させていただきます。皆さんもご存知だと思うんですが、江戸時代の後半に、松平定信という老中がおりました。老中の首座です。この方は官制の改革を行ったって有名でございます。この人は、白河藩11万石のお殿様で、その方が江戸にあって祈祷流柔道を学びました。その祈祷流柔道を、講道館柔道を立ち上げた加納治五郎先生が、祈祷流柔道の型をそのまま、この方は、技術的にも精神的にも、それから肉体的にも非常に優れたものである、これが私の柔道だということで、自分の流派である高津流に付け加えまして、高津流鎧組打ちの型という型にして指導しました。皆さんもご存知だと思いますが、今松代藩は非常に真田丸で湧いております。この八代藩主真田幸綱は松平定信の次男の次郎と言いました。この方が松代へご養子に命られて、この高津流鎧組打ちの型を松代藩では文具学校の、入り口の正面の左側に柔術所がございます。そこで江戸時代から指導をしておりました。今日はそれの再現をさせていただきます。以上でございます。よろしくどうぞ。それでは演技をいただくのは、滝沢優斗さん、峰村さんのお二人です。お願いいたします。
お疲れ様でした。